みなさん、こんにちは。コロンビアレコードの演歌歌手、小澤明子です。アッコチャンネルへようこそ。ご覧くださりありがとうございます。今日はね、私がもう愛してやまないアーティストをですね、ちょこっとだけ熱く語れたらなぁなんて思っているんですが、もともとは同じコロンビアレコードでした。ザ・イエロー・モンキーという、ございまして、イエロー・モンキーの大ファンなんです。大好きなんです。今日はですね、そんな、イエロー・モンキー愛を語りたいと思いますので、よかったら、アッコチャンネル、今回も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、なんかどこからね話していいかわかんないんですけれど、まあ、一つ言えるのはザ・イエロー・モンキーというバンドに出会えたことが、すごくね私自身にとって何かこうちょっと支えになってますね。本当にそれはだから音楽だったりとか、まあ、そういうアーティスト、まあ、影響をこう受けるものというかなんかこう力をもらうんですよね。ですから作詞作曲はボーカルの吉井和也さんが多いんですけれども今も書いたりするけれどもで、なんていうんですかね、まあ、もう特には吉井さんが好きなんですけど吉井和也さんがで、まあ、吉井さんの声も好きだったりで、まあなんていうんでしょうね、もう、まあ、どこから好きになったかっていうとそれはですね、NHK のポップジャムっていう歌番組がありまして、そこで、4枚目のシングルですね。違う、3枚目だったかな。やだ。興奮してわかんなくなっちゃった。この熱帯夜という、作品を歌ってたんです。で、その映像を見たときに、衝撃ですね。これは、そういう衝撃皆さんもあるかもしれないんですが、なんかこう、なんでビビッじゃない、なんだろうな、こう電流が走るというか、もう釘付けになったんですね、テレビに。こう、吉井さんのこう、ちょっと、危うげなというか、色気も好きなんですけど、で、曲がね、フェードアウトで終わるという、バンドは一応こう、演奏してる程度ですけれども、まあ一応、まあカラオケというか。でもね、すごく、やっぱりそう素敵だったんですよね。かっこよくて、もうその時のビデオは未だに撮ってあるんですけれども、もう本当にでそこからですね、イエローモンキーって何みたいな感じでもう気になっちゃって、そうこうしましたらある日、レコード会社に行って、発覚したんです。同じレコード会社だということがなんという偶然でしょう。だって私。今はないんですけれども、赤坂にコロンビアレコードの本社があったときに、実はまあちょっと1階にこうねロビーがあって、そこで吉井さんをお見かけしましてね、はっと思って、そしたらこれねこんな話していいのかわかんないんですけど、トイレと、お手洗いに入られたんですね。で、でもここで待ってたら話せるんじゃないかと思って。私10代ですよ、もちろん。そして待たせていただきましてね、ちょっと ご挨拶をもう精一杯ですね、まあ自分のことをこう名乗って演歌歌手なんですというお話、まあもうご挨拶だけしかできなかったんですけど、頑張ってねみたいな感じのことを言ってくださってね、握手したもん。トイレから出た後の吉井さんの手と今はねなかなかそんな握手なんてこうちょっとできませんけれどもね、させていただいて、もうあれは興奮はね、多分その時もみんな友達周りに言ったと思うけどもう本当になんか感激でした。それでまあこういうありがたいことに、これは悲しきエンジャーボーイのね、今はもうほぼ見かけない8センチっていうんですか、このシングル CD ですけれども、ちょっと見本品をいただくことができたりとか、コロンビアつながりで。で、こう、ちょっとイベントだったりとかも、ちょっ
ね、覗かせていただいたりとか、そんな思い出もあるんですけれども、そうですね。で、実はまあちょっともういろいろね話したいことがありすぎて、混乱してるんですけど、かなりか。で、それからずっと好きです。だからファンクラブに入るとこういう特典がもらえて、最初のファンクラブはピティコートレーンという、こういうねキーホルダーがもらえるというか、会員特典でもらえるんですね。まあ1993年から、ファンクラブはこちら始まってるんですけど、私はね、まあ会員ナンバーは、06478です。もう私よりも先にもちろんファンになってる方がたくさんいらっしゃいました。でもね、最初売れなかったんです、イエローモンキー私が言うことじゃないんですけどね、今は本当に大ヒット曲ね、代表曲もたくさんあるビッグなバンドですけれども、当時はなかなかグラムロックというか、ちょっとなんかコアなというかね、受け入れ、にくいというか、なんかそういうね、この辺のアルバムとかそうですよね、だったらしいんですけれども、やはり多くの方に聴いていただきたいということで、スタッフさんとかこう相談して、そしてね、こうスマッシュヒットが多分熱帯夜だと思いますね。で、その NHK のポップジャムから私も虜になりましたので、またそのあたりからね、どんどん皆さんに知られるようになって、もう太陽が燃えてるとか、追憶のマーメイドとかね、こう売れ線で来まして、話題作になったね、こうジャムだったりとか、球根があったり、バーンかな、一番売れたのは、70-80万枚の、ごめんなさい、落ちちゃった興奮してるファンがまたね代表曲になってるんじゃないかしら。本当にそういう日本をね代表するロックバンドなんですけれども、そんなイエローモンキーもいろいろございまして、私が言うことじゃないんですけどね一時活動休止ですね、活動休止をして、その後解散をして、でその後に再集結をするわけなんです。その間レコード会社も、移籍しました。いなくなっちゃってね、寂しかった本当に寂しくて、でももちろん、ライブに行ったり、CD を買ったり、もちろん私なりの応援は続けてはいたんですけれども、で、今年はというか結成、バンド結成、30周年ということで、去年かな、それで、ツアーも、大きなツアーも組まれておりまして、2020年か、4月はですね、2days、東京ドーム公演っていうのもあったんですね。でもそれがですね、コロナの影響で、見送りということになって、で、見送りにはなったんですけれども、違う形で、行うことができたんですけれどもね、それがですね、こんな感じの、3月10日に出た、ボックスになって、ブルーレイと、ボックスになってるんですけれども、その時にドームで配られる予定だったハンドタオルもこちら入ってます。ナンバリングがあるのかな、限定というかね、枚数決まってますから、そのハンドタオルが入っていたりとか、ツアーのパンフレットが入っている、そんな豪華な、LP サイズボックスの、こんなスペシャルな、こちらも私購入させていただきましたけれども、でその私が唯一行けた、足を運んだライブが2019年のこちらにも入ってるんですけど、12月18日の名古屋ドームですね。そうです、これには、名古屋ドームまで行きました。よかったよかったです、それから2020年11月3日の東京ドームには行けなかったんですけれども、京セラドーム大阪も行けなかったんですけれども、こうやってまた CD、ブルーレイで楽しむことができます。それでね、この3月10日に発売になる前に、2月にこのライブアルバムも発売になっていて、これは、結成30周年記念のドームツアーからファン投票
評をもとにセレクトした全27曲に加え、ボーナストラックを収録という、初回版で2枚 CD が入っているんですが、この、アルバムとこのボックスをですね、まあ、どちらも購入すると、シリアルコードという、まあ、こういうようなね、封入の、用紙にシリアルコードが書いてあって、こちらを、登録するとですね、ある貴重な音源が、聞けるという。それがですね、幻になったというか、まあ、ちょうど1年後に、まあ、配信されたんですけれども、その 2days の東京ドーム用のリハーサルの音源をストリーミング配信をしてくれまして、聞くことができたんです。だってなかなか、もちろん本番はね、見に行ったりとか、あとで CD だったりこう、DVD、ブルーレイに残りますけれども、リハの音源って聞けないじゃないですか。でこうちょっとなんかそういうあのバックステージじゃないけれども、なんかそういう音源って、あ、吉井さんどんなテンションで歌ってるのかなとか、なんかすごくこう気になってですね、あのもちろんこの2つの、商品を購入して、シリアルコードを入れてですね、聞きました。2時間40分ぐらいかな。あのすごく、なんだろう、舞台監督さんっていうのかな、声が入っていたりして、なんかここでなんか上手から下手になっちゃうんじゃないけれども、なんかそういう声が入っていて、なんかこうちょっと、なんだろうな、本当にあの レアな、なんか、あ、なんかそういう普段は見られないあの音を聞けたっていうのもすごく嬉しくて、でもほぼもちろんあのもうリハーサルも相当やられるみたいなので、ライブの前って、なんかそんな聞いたことあるんですけど、ですからもちろんあの本番のようなあのテンションだったり、もちろんあの素晴らしいあの演奏なんですけれど、最後にね、あのベースのエマが、広瀬陽一さんがね、あの一言言う声が、その2時間40何分のそのリハーサルの後に、あのヒーセが言った言葉が、あのライブやりてーみたいなことを言ったんです、ポロッと ね。3時間近くのその、まあ、リハーサルでやった後に、なんかそういうなんか本音が出るっていうのは、あー本当にライブが好きなんだなってなんか改めて感じました。でまたライブが似合うロックバンドなんですよ。あのテレビで1曲2曲とかあの歌われるよりも、でまたね、あのイエローモンキーは、再集結した年ですかね、あの、まあ、紅白歌合戦に初出場するというジャムで出場されましたけれども、なんかそういうパフォーマンスもいいんだけれども、そこから好きになったしね。だけれどもね、もうバンドのその、ライブでなんかより輝ける、あの輝いているバンドなので、あの本当にね、イエローモンキーファンの方もあの覗いてくださってたら、本当にちょっと私が言うのも恥ずかしいんですけれど も本当にかっこいい、あの骨太な、でまた吉井さんの歌詞も日本人のこうなんかこう情緒に触れてくるんですよね。だから私もよくあの、まあね、バラ色の日々とかもそうですけど、何度も背中を押されるし、あのいっぱい泣くし、でもライブとかでもね、泣くと、なんだろう、またすごくなんか元気になれるというか、だから音楽の持つあのそういう、まあ、文化芸術、そうですよね、なんかそう持ってる力とか、もちろんあのパフォーマンスしてくださるアーティストの熱量がこう、まあ届いてるから、そういうふうにこう受け取れるんだと思うんですけど、だからこういうあのサウンドって、あの音楽ってやっぱり必要だなって、ですか、私もこうあの見に行くけれども、舞台に立たせていただくことも、あのもちろんあるので、あそこはなんかこう自分自身にもなんかいい意味でこうプレッシャーだったりとか、あなんかあとこういうことでとか、こういうあの言葉でまたあのお客さんが喜んでくださるとか、何かこうなんかどっちの気持ちも分かるので、なんかこう不思議な気持ちになるんですけれども、もちろんあの演歌の先輩のステージを見に行かせていただいた時もそうですけれど、でまたそのジャンルが違うっていうところでね、あの、まあ、いつか、ね、何かの折に、まあ、ちょっと今ねまたあの活動は、まあ、あの
まあ、ゆっくりなペースでミーロモンキーされてますけれども、でもまあね、最終決でライブした時にも、ドームで、イエローモンキーは永遠に不滅ですというお言葉をよしみさんが言われました。ですからずっと多分死ぬまで多分60代、今ね50代、皆さんほぼ50代ですけれど、60代とか70代になっても多分演奏をしてる、歌ってると思うんです。でまたそれがね似合うんだな、きっと多分おじいちゃんになっても似合うんじゃないかなって、なんかそう思わせてくれるバンドなんですね。でなんかうまくねちょっとまとまんなくなっちゃったんですけど、で今回の、まあ、今日最後にお伝えしたいのは、そんな大好きなイエローモンキーの作品を、カバーさせていただくという、またねこれまた嬉しい、ありがたい、そういう機会をいただきました。それはこちらです。コロンビアレコードから発売になってます。これはですね、まあ、演歌歌手が J-POP を歌うという CD、アルバムなんですが、演歌の力というこのプレミアムの、青版もあるんですけど、私は赤版の方で、これですね、ジャムを歌わせていただきました。もうこの時もすっごい嬉しくて、友達みんなに連絡したの。よかったねってみんな言ってくれましたけど、このジャムを、若草圭先生のアレンジで、ですからもうね、私のそのキーで私だけのために演奏していただき、その時のこのインストっていうのもあるんですよ。レコーディングの時も貴重でしょ。なんか改めてゆっくりまたちょっと聞きたくなってるんですけど、このジャムというね、もう名曲になってますよね。このジャムをですね、でもちょっとね発売する時にはちょっとなんか賛否両論じゃないですけれども、ちょっと多分すぐにねリリースできなかったんじゃないかな。ちょっとそういう意味でもまあとてもなんていうんですかね、こう意味深いというか、なんかそんな作品を歌うことができて、で、ね、多分こういうね、まあ、カバーさせていただくということで、多分ご本人のところに、吉井さんのところに多分了承っていうんですかね、コロンビアサイドから行ったらしいです。で、OK が出たので、まあ、レコーディングできたわけなんですけれども、ですから私にとってもそれが本当に歌手として歌ってくることができて、また良かったなって思えたことでもありますし、もっと頑張らなくっちゃ、いつかイエローモンキーの皆さんと、吉井さんと共演できるような機会がいつかあるんじゃないかって、あってもいいように私も頑張って歌い続けなくてはいけないって、ね、赤坂のコロンビア本社で握手していただいた時から、まあ、多分ネタリアをテレビで見た時からそうかもしれないけれども、でもまさかご縁があってふうに出会いもそうですけれども、歌を歌わせていただくというそんな嬉しい機会にも恵まれました。ですからまだまだ、そうだ今度ねなんか普通になんか電話で話してるみたいになってるかもしれない、大丈夫かな。カラオケでも私なりに、小沢明子が歌う、イエローモンキーライブじゃないですけど、小沢だったら、アコちゃんだったらどんなチョイスをするかなみたいなね、こういうライブ音源もありますけれども、ね、曲順だったりとかって、ね、で、毎回、そういうセットリストもね、変わったり、していきますけれども、私だったらどうするかな、みたいな。今の小沢明子がイエローモンキーの歌を歌ったら、何歌いたいかな、とか。思い出した！でも以前ですね、七夕ライブというのを、もう20年以上前にさせていただいたことがあるんですが、もちろんオリジナルもそうですし、皆さん知っているカバーもそうですけれども、3曲だけ好きな歌を歌っていいよって言われたことがあるんです。自分で選んでいいよって。で、その中で、イエローモンキーの曲をね、やっぱり入れてしまいました。シルクスカーフに帽子のマダムの、4000粒の恋の歌、売れる前の曲です。でもね、名曲ですよ。ですからね、もちろんファンの方はライブで出てくると歓声が違うと思うんですけど、
私もすごく大好きな、まあね、ちょっと、まあ、暗いって言ったらあれなんですけども、こうね、ちょっと詩の中身もちょっと考えさせられるようなところもあるんですけど、すごく大好きで歌わせていただきました。いやー無理ってね、多分その時のミュージシャンの皆さんも知らない曲だったと思うので、でも無理を言って演奏していただいて歌ったなんかことを、なんか今ふと思い出したね。だからカラオケ行ってそういうのもさ歌ったり、あとこうカラオケボックスに行くと、イエローモンキーが歌っているライブの映像を見ながら歌ったりさ、できるじゃないですか今。だからそういう楽しみ方もしつつ、ちょっとアッコチャンネルでも小澤明子イエローモンキーを歌うと題して、ちょっとやってみたいと思います。もうね、ちょっといやもう話しきれないし、ちょっとうまくね上手に話せないんだけど、とにかく好きなの大好きなんです。ですから、私は多分死ぬまでね好きだと思うし、でもまあね、去年結成30周年だったわけですから、私はデビューよりちょっとねイエローモンキーの方がもちろんちょっと早いんですけれども、だからこう親子でね好きだったりとか、まあ、学生の時に聞いてたとか、まあ私もその時、ね、熱帯夜の時も高校生だったんですけど、でも本当に幅広い世代にもう今は愛されるバンドになっておりますので、まあ私がねこう何をこうどうこう言うってことでもないんですけれども、もしかしたら共感してくださる方もおるかもしれんし、ちょっと言いだめね、ふるさとの言葉出ちゃいますけれど、あ、そうなんだってイエローモンキーをねこうなんかこう聞いて、またねいろんな作品を聞いていただけたらまた嬉しいと思うし、これからも愛し続けたいと思います。ザ・イエローモンキー、万歳ということで、今日はこんな感じで終えたいと思います。大丈夫だったかな、また、続編あるかもしれませんよということで、イエローモンキー大好きコロンビアレコードの演歌歌手小澤明子でした。バイバーイ。熱海熱海。